ヘイヤリキュー、兄ヒラの仕様の弟が CD デビュー。ダウトイットの先行配信と公式ファンクラブ開設でファン歓喜。エンターテイメント界に新たな星が輝き始めました。元キングプリンスのメンバーで、トベに所属するヒラの仕様の弟であり、アーティストでアパレルブランド社長のヘイヤリキュー、24、が、待望の CD デビューを果たしました。この記事では、ヘイヤリキューのアーティスト活動に焦点を当て、 そのデビューシングル、ダウトイットの先行配信や公式ファンクラブの解説について詳しく掘り下げていきます。ヘイヤリキューのプロフィール。ヘイヤリキューは、26歳の兄であるヒラの仕様と同じくダンス、ボーカル、ラップなどの幅広いスキルを持つアーティストです。幼少の頃から才能を開花させ、兄弟でダンスユニットを結成し、コンテストでの優勝経験もあるなど、その才能は多岐にわたります。また、 アーティストとしてのみならず、アパレルブランドの社長としても成功を収めています。デビューシングル、ダウト・イットの先行配信。ヘイ q ル・キューのファーストシングル、ダウト・イットは、その名の通り疑念や不安をテーマに掲げた楽曲となっています。先行配信は、12月20日の CD 発売に先駆け、1日午前0時からスタートしました。ファンたちは早速この楽曲を聴き、 その感想や期待を SNS 上で盛んに共有しています。リズミカルでキャッチーな楽曲に仕上がっており、兄である平野仕様の影響も感じられるとの声が上がっています。ファンからは、これから楽しみ、びっくりするほど紫てるくんに似てきたリキュうくん、おめでとう。など、温かいコメントが相次いでいます。この楽曲に込められたテーマ性やアーティスティックな要素は、 ヘイアリ Q のアーティストとしての表現力を象徴していると言えるでしょう。公式ファンクラブのオープン。デビューシングルの発売と同時に、ヘイアリ Q の公式ファンクラブもオープンしました。これにより、ファンはアーティストと直接つながり、彼の活動や近況をより密に終えるようになりました。公式ファンクラブには会員限定のコンテンツやイベント、特典が用意されており、早くも多くのファンが参加しています。 ファンクラブのオープンに対しても、ファンからは大きな期待と興奮の声が上がっています。SNS 上では、早速入会した。リキュウくんと一緒に成長していけるのが嬉しい。これからますます応援していくぞ。など、ファン同士での交流も盛んに行われています。ファンの反応と期待感。平夜リキュウの CD デビューに対するファンの反応は非常に好意的であり、彼の才能と表現力に対する期待が高まっています。 兄弟でのダンスユニット結成や、アーティストとしての活動だけでなく、アパレルブランドの経営者としても成功を収めている彼の画面的な活動に対する賞賛も多く見られます。特に、ダウトイットの楽曲に対する高評価が目立ちます。ファンはその独自性と共感性に触れ、平野リキューが新たな音楽シーンにどのような影響を与えていくのかに期待を寄せています。兄である平野仕様との類似性も、 ファンにとっては魅力の一つであり、兄弟での活動に期待が寄せられています。ヘイヤリ Q の CD デビューは、エンターテイメント業界に新たな息吹をもたらしています。兄弟でのダンスユニット結成からアパレルブランドの経営まで、多岐にわたる活動を展開する彼の才能に期待が寄せられています。ファーストシングル、ダウトイットの先行配信や公式ファンクラブのオープンは、 ファンとのつながりを深め、彼のアーティストとしてのキャリアをさらに加速させる要素となっています。ファンの期待と興奮が渦巻く中、平野リキューがどのように成長し、どのような音楽を届けてくれるのか、今後の展開がますます注目されます。彼の新たな一歩に寄せられる応援の声が、彼をさらなる成功へと導くことでしょう。